ハンガリーの国章は1990年7月3日に制定された。1990年までの社会主義的紋章を廃してハンガリー王国時代の国章を復活したもの。アールパード・朝の旗。赤と白の島は今日のハンガリーの国章に使用されている。ジギスムント神聖ローマ皇帝、ボヘミア王、ハンガリー王、ルクセンブルク公など5つの紋章が描かれている。 12世紀頃のハンガリー王国の紋章は、赤い盾に銀で、ビザンツ帝国に由来する改修のシンボル、ベートリア・アカルの十字を描き、聖イシュトバーンの王冠を被せたものであった。この頃、王冠の上の十字はまだ直立していた。13世紀に、アールパード王家が赤字に4つの川を表す4本の銀の島を置く、アールパードストライプを紋章とする。アルパードストライプは、 現在盾の左に描かれている。14世紀に二重十字の下に、緑の三つの丘と、小さな金の王冠が描き加えられるようになった。この丘は、タトラ山、ファトラ山、マートラ山の山々を象徴していると考えられている。この文章は、現在盾の右側に描かれている。タトラ山脈と、大ファトラ山脈は現在スロバキア領内となっており、 マートラ山地だけがハンガリー領内にある。18世紀に聖シュトバーン王冠の上の十字が傾く。理由は不明だが、これは現在まで踏襲されている。17世紀に実際の聖シュトバーン王冠頂上の十字架が曲がったことが原因と思われる。19世紀にハプスブルク家のもと、現在の国章のスタイルが完成した。1849年。 革命の中で、古州虎シュによって紋章から王冠が取り外される。1949年、ソ連の支配下で、麦の束に麦の穂とハンマーが交差する上に、共産主義の赤い星が輝く、社会主義的な国章デザインを制定。1957年、ハンガリー動乱を受けて、国民感情緩和のため、麦の穂とハンマーに変えて、 ハンガリー国旗の赤白録に塗られた盾が麦の束の中心に置かれた。1990年19世紀の紋章を復活。ありがとうございます。